改めましてご紹介しますが、はい、上田まりえさんもシンガーソングライターとしてですね、すごい、あ、10代の頃から活動されておりまして、僕はあのもうちょっと慣れ慣れしくまりえちゃんなんて呼ばして、もう何でも呼んでください。10代の頃から、はい、うん、まりえちゃんは知ってるんですけども、そうですね、ねえ、あの神戸方面で、ねえ、ラジオ関係で18区ですね、18区、はい、そこでからもう10年近いですね。10年、はい、近く経ちました。大変長らくお世話になっております。いやもうね、いつもびっくりするのが、はい、会うたびに綺麗になりますね、うん、何おっしゃいますやら、ほんまにそんなことないですよ。そしてやはり感情型のシンガーソングライターということで、本当のことばっかり歌ってます、うんうん、なるべくあの大きい声で歌えるように歌っても恥ずかしくないようにと思って、うん、なるほど、やっぱ今の自分が歌いたいことに向き合って、そうですね、うん、今感じているものしか曲が書けないので、それに皆さんが共鳴してくれる方がいたら嬉しいなと思いながら、今日はね、あの人生初めてのゲレンデに遊びに来たので。ほんまに人生初なんですか？本当に人生初めてなんですよ。白銀の世界見たことがない。ない。どうですか見られて？もうすごい滑る。滑るんですよ皆さん。そうなんですよ。みんなだって滑りに来てるんですもんね。私はもう歩いているだけでこけないかヒヤヒヤしました。皆さん滑っててすごいですよ。私は尊敬しますね。ぜひあのまりえちゃんにも一度機会があれば。はい、頑張ります。今日ね、ちょっとメッセージテーマを設けてまして、憧れの職業とか、うん、ちっちゃい子はなりたい仕事とかを聞いてるんですけど、まりえちゃんは小さい時から歌手になりたくてでしたよね、うん、そうなんですよ。私ね、初めてね、人前で歌ったのがのど自慢大会、小学校1年生の時だったんですよ。おう。それ以来ずーっとね、うん、歌手になりたくて、うん、今なったみたいですね。なったみたいと他人事ですが。もうあの自分でね、中学出てでしたっけ？中学出てすぐ大阪に来ました。福岡から大阪に出てこられて、はい、でもうシンガーソングライターとして、はい、あのギターを今日は、はい、アコースティックギター弾きながら歌ってくれるということですが、はい、他もバンド形式の時もあれば、そうですね、特に形式は選ばずバンドの時もあれば、ピアノと2人もあれば、うん、これからまた増えていくのかなと思ったりね。え、そんないろんな形であなたを届けている上田まりえさん、アコギ弾き語りミニライブ行いますので、ね、今近くじゃない方もお耳の方でリフト乗りながらとかゲレンデでお楽しみください。そして目の前にいらっしゃる方、ファミリーケアリフト前の方もですね、ちらほら見ていただきながらお楽しみください。Thank you.
ト乗るの待っているんですか。そうなの、めちゃくちゃ乗る。私あれね、乗ったことないし、ゲレンデも今日が初なんですよ。皆さんも習って私も滑ってみたいですね。